立憲民主党小沢一郎にお前が言うなと批判さっと吉川貴盛で、本日吉川貴盛さんの事務所が家宅捜索を受けておりましたが、この問題で小沢さんが自民党政権が甘やかされてきたから、8人かけて権力が腐敗したと主張されておられますけども、 ま、この吉川さんの事件、簡単に調べてみましたが、ま、ずですね、数百万円程度の金を受け取って何になるんだと思ってしまいますけども、吉川さんの事任については、まあ、残念ながら言い噂は聞きませんので、徹底的に捜査をするべきでしょう。まあ、ただ、こういった小沢さんの発言については、まず小沢さん、陸山会事件で22億円規模の 事件を引き起こし、三人に有罪判決が出ているという事実がございます。また、民主党政権は3年3ヶ月で腐敗しきって崩壊しておりますので、長期政権動向は全く関係ございません。小沢さんには、まずはこのような形で人様を批判する前に、ご自身がしっかりと襟を正し、 国民が納得できる形で責任を取っていただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。